続いては、はい、続いては茨城食と農のポータルサイトうまいもんどころからのお知らせです。はい、ということで、はい、こちらのうまいもんどころでは、うん、味わってみなきゃわからない贅沢な願いを叶える太っ腹コーナープレゼントキャンペーンが行われております、うん、はい、そして毎回おいしいものをプレゼントしているんですが、今回のプレゼントはこちらです、うん、じゃん、ということで、うん、今回は特別栽培米、うん、コシヒカリのプレゼントです。コシヒカリ、コシヒカリ新米でございますね。新米でございますよ、はいはいはい、こちら笠間市にあります、うん、中里ライスセンターでは安全安心なお米を食べさせたいと、うん、原農薬原化学肥料の使用を抑えた栽培方法による米の生産を行っているということなんですね、うん、でこちらの中里ライスセンターの稲わらを食べた牛の堆肥を使って農薬や化学肥料の使用を控え、メダカやドジョウが泳ぎ、夜にはホタルが舞い踊る豊かな環境を整えた栽培ということなんですよ。すごく自然豊かで水もきれいなところで作られたお米ということですよね。なおこちらの笠間市では生産される優れた農産物や加工品に笠間の水農産品認証制度を設けているということなんですね、はい、ここで認証された農作物や加工品は、うん、自信を持って提供できる安全安心な品物として笠間の水ブランドロゴをつけることができるということで、こちらの中里ライスセンターのお米も笠間の水に認定された特別栽培米のコシヒカリとなっているということなんですよ。なるほどね、はい、美味しさ間違いなしということですよ。最高ですよね。やっぱりお米ってこう味が甘かったりとか、うん、いろいろ味違いますよね、やっぱり。そうですね、はい、はい、ぜひ皆さんにも味わっていただければと思います。水の違いが出ますか、はい、水の違いですよね、はい、ということで今回は中里ライスセンターから特別栽培米コシヒカリを3名様にプレゼントいたします。なんかペットボトルに入っている、ねえ、ね、これで届くんですね、ね、うん、珍しいデザインですよね、はい、こちらの応募期間の方は本日10月31日の夕方から11月10日までとなっておりますので、ぜひこの機会にご応募ください、はい、そしてうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは茨城の旬の食材や県内の直売所の情報、そしておいしいお料理のレシピなど茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりとご紹介しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、以上うまいもんどころのコーナーでした。